ラビットラの松本です。渡辺です。いや、あさあ、元気出していこう。元気ですよ。元気ですか？元気です。あ、よかったですよ。はい、はい、くそが、あ、なんかあったみたい。今日も早速ゲームの方やっていきたいと思います。はい、年の差ハイランドロー。さあ、年の差ハイランドロー。はい、ルールを説明したいと思います。はい、まあ、今からですね、2人、出しまして、まあ、どっちが、まあ、年齢高いか低いかみたいな感じで、うん、まあ、ハイアンドローやっていただくんですけども、はい、まあ、普通にですね、ハイアンドローしても面白くないので、うん、はい、今回はですね、アニメのキャラクターと、芸能人、お、はい、まあ、どっちが、年が高いか、なるほど、はい、年下かと、はいはい、はい、いうのをですね、松本さんに当ててほしいと思います。はい、ありがとうございます。楽しみます。よろしいでしょうか？はい。アニメの年齢とかあんまりわからないんでしょ？いや、そんなん設定あるの？設定があるんですよ、いろいろあるんや。ありますから。なるほど、はい、やりましょう。じゃあちょっと芸能人どっちが年下か年上か当ててください。はい、はい、元気やそう。ちょ、もういらんこと言わないでね。言えなあかんよ、何人から。わかりました。それでは最後としてんねん。最後としました。あー、言っちゃった。言っちゃった、本当に。このゲームが終わる頃にはもしかしたら電話があってもその可能性もある。はい、じゃあちょっと気を取り出して、はい、はい、いきたいと思います。はい、1問、ハイアンドロー、うん、ワンピースのルフィと芦田愛菜ちゃん。今やルフィの年より上か下か。芦田愛菜だよ。あ、モノマネできますね。できますね。できますね。もうその芦田愛菜はいけないですよ、ね。すごいしっかりした芦田愛菜ちゃんの感じ。ルフィ、はい、年齢やったな、そういえば。年齢ありました。まあ、細かく言いますと、初期のルフィ。初期のルフィ、はい。ルフィも年取ってるみたいなので、ね。そうそうそう。一番最初のルフィと、はい、で、作中で2年後になってるんです。そうです、そうです。あ、いいですね。そうやね、一番最初、芦田愛菜ちゃんの方が年上。芦田愛菜ちゃんの方が年上、分かりました。ルフィがそれやったら17や。はい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 。17より上か。17より芦田愛菜は、いや、18、19ぐらいだと思う。じゃあ、芦田愛菜ちゃんの方がじゃあ上で。年上。はい、かしこまりました。正解発表したいと思います。はい、芦田愛菜ちゃんが、はい、正解はルフィが17歳で芦田愛菜ちゃんが16歳です。まだ高校1年生でした。まだそんなんない。そうなんです。1個下なんですよ。そうなんですね。はい、なのでルフィは愛菜ちゃんにタメ口です。なるほど。愛菜ちゃんはルフィに年上なので敬語使います。敬語使いますね。はい、こんな感じでもう終わりですか？いえいえ、まだ続きますから。もうどんどん続きますから。わかりました。じゃあ、正解したいな。芦田愛菜ちゃん16歳なんで、うん、じゃあ、それの軸で考えてください。はい、はい、じゃあ、いきますよ。芦田愛菜ちゃん16歳です。はい、続きまして、もののけ姫のアシタカ、ハイ&ロー。芦田愛菜ちゃんと、はい、さあ、いや、アシタカの話聞こえてくるだろ。16歳。さあ、もののけ姫出てくる明日か。明日かめちゃ、だってどうもお前にさんが救えるか。あ、いいですね。ちょっとじゃあ、お前にさんは救えるかはあれや、あ、じゃあ大谷のホームシーンしてるから。あの子を解き放った。あ、そう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 、そう、逃げるも勇気。そうなんだ。もののけ姫、明日かめっちゃしっかりしてるね。はい、めっちゃしっかりしてる。迷うでしょ。ほら、楽しくなってきた。ほら、楽しくなってきたよ。え、明日までじゃない、18歳。え、16歳。明日とは何歳でしょうか。いや、でもな、はい、ジブリ作品、うん、平均年齢低いからな、キャラは。おーっと、いいとこつきますね。意外といいとこつきますよ。でも、17、はい、18とかやと思うね、明日が。はい、だから芦田愛菜ちゃんと芦田かやったら、はい、芦田かの方が、はい、
年上。年上。じゃあ正解発表したいと思います。まなちゃんは16歳。あしたかは17歳です。年上。正解。なんとあしたかとルフィは同い年です。ということは、はい、亀口です、ね。亀口です。ええわ。多分友達になれますから。なるほどね。はい、じゃあその明日かを軸に。もう明日か、はい、軸取っていく感じで。軸を取っていく感じでいきます。明日かと17、明日か17、はい、17と藤井聡太さん。はい、なんだろう、将棋の藤井聡太さんいってますよね。藤井聡太は何歳でしょうか。え、今年の話です、これ。はい、2020年藤井聡太さんは今何歳でしょうか。16とかじゃないかな。15とかやったよ。多分最年少みたいな。どうぞ。新人たちです。途中からこんなせいです。こうで。そうだ、そうのせい。アシタカの方が、はい。アシタカの方が年上。年上。わかりました。あ、違うわ。お、これも同い年ちゃうかな。え、絶対入るかろう。いや、引き分けの同い年した場合は入るよ。あ、じゃあ入る。はい、はい、わかりました。はい、明日は17歳。17歳。藤井聡太は18歳です。はい、正解でございます。同い年って言ったけども、まあ、はい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 、正解です。なんや、そうなんや。18歳なんですよ。もう18なんや。そうなんです。そうなんやね。明日の行こうやん。っていうか、あの、若い年齢でやりすぎちゃう。軸取るから。そう、軸取るから、しょうがない。もっとおじいさん、おばあさんとかやるのかなと思ってたよね。さあ、ソータさん、軸でいきますね。そうな、軸取るもんな。そうなんですよ。うん、じゃあ、ソータさんと、魔女の宅急便のウルスラ。誰やねん、それ。誰キキかと思ったら。ウルスラです。ウルスラ。はい。あの、カラスと仲いい。森の中で、あ、女の子いてますよね。むちゃくちゃヤンキー。ちょっと強気な女の子。ヤンキーのお姉さん。そうそうそう、なんか画家目指してた。そう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 、ちょっと待って、今下降りるからっていう。一番最初で、すいませんって言った時、キキが。そうか。さあ、ウルスラっていうの。ウルスラって言います。ウルスラは。キキが一番上に出てる。キキがですね、14とか。あ、じゃあそうね。13、14。いや、藤井聡太18歳さんの方が年、はい、ウルスラの方が年下やから、はい、藤井聡太が、はい、藤井聡太の方が年上、はい、年上ってことはロー。ウルスラがロー。なるほど、ロー。わかりました。これ最後に、はい、藤井聡太さんが18歳、はい、で、魔女の宅急便のウルスラは19歳ということで、はい、でございます。残念でございました。意外と言ってた。意外と言ってました。19歳なんです。面白いね、このゲームでしょ。いろいろ、こうあのアニメと芸能人を挟んでいくとわけわからんわけわからんわけわからんわけ19なんや。そうなんです。いや、明日かが18とはだな。そうなんです。思わんかったな。ちなみに橋本環奈ちゃん今何歳ですか。分からん。21歳です。めっちゃなんか大人に見える。今まで言ってきたやつがほとんどの 10代。なるほどなるほど。そうなんですよ。より年上やねん。そうなんです。若い子はこんな感じ。明日か26ぐらい。明日か17。17や。子供です。確かに一緒ね。ということで、これ馬こうやって乗って10代パーン。そうそうそう、17で。17で。面白かった。はい、あの、どうでした。いや、面白かった、まあ、こんな感じでは、まあ、ちょっと調べるのはちょっとしんどいですけども、うん、はい、まあ、ハイアンドロー皆さんもやってみてはいかがでしょうか。はい、ここまでです。また明日。バイバイ。